辛抱強く聞いてくださってありがとうございます。さっきまでのあの賑やかさは何だったんでしょうね。今4曲ベンチャーズを続けて来ていただきました。今私後ろの方に来たらぜひキャラバンやってくれっていう話があったんですけど、すいません練習してません。また次回やっぱりキャラはねドラムが肝ですんで、うちのまだドラムは新メンバーなんで年代もちょっと違うんでね、そんなに慣れてないんですよベンチャーズ。まあこの後やっと私も出てまいりましてグループさんでやらさせていただきます。うちのバンド先ほど紹介しましたように44年前松代高校消灯祭で、ここにいる3人がデビューしました。高校からずっとやっております。昭和27年生まれと28年生まれ、3人とも年金もらってます。後ろはもうちょっと若いんですけど、そんなんで60過ぎてもなんとか頑張ってます。よろしくお願いします。頑張れよ。ありがとうございます。じゃあちょっとメンバー紹介ねさせていただきます。今ちょっと紹介しました一番向こう、私の同級生です。サイドギター小池直美。はい、学年は1個下ですね。リードギター吉江俊真さん。私の後ろでどこ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 やってます。ドラムス大場清美。そしてこのサラダ祭りに特別オファーで出てもらいました。本来うちのバンドのベースがちょっと今日仕事で都合が悪くて、助っ人で出ていただきました西澤光弘さん。はい、ベンチャーズ。
で私最後に控えしはちょっと人相悪いんですけど、この間長野市民新聞からちょっと顔を出させていただきました。篠宮さん、うるさい人がいるのかな。北村です。リードボーカルです。北村智弘です。それでは、懐かしいタイガースの君だけに愛を。目の前に奥さんがいた方がいいのかいないの方がいいのかちょっとわかんないんですけど、奥さんで歌うと今更何言ってんねんとか言われそうですよね。それではまた懐かしい曲です。ザ・ゴールデンカップス、長い髪の少女。姿からして
素人のバンドでこういう精神立てるっていう機会がないんで、今回、真っ白職場所の方からお話をいただいて、スタッフエンジンで、はい、出ます、お願いしますという感じで出させていただきました。ただちょっと年もありますんで結構寒くなってきました。もうちょっと早い時間に出していただけるとありがたいなっていうような気がします。また来年機会がありましたらぜひその辺考慮してよろしくお願いいたします。膝もだいぶ痛くなってきました。はい、それではカーナビーツというバンドでね、メンバーのリードギターの越川さんというのがね、あの篠根の出身でいらっしゃるんですけど、確か前長野でクラブかなんかやってらっしゃったんですけど、今どこにいるのかちょっとわかんないんですけど、その一番ヒットした曲ですね、好きさ好きさ好きさ。若干寒さで歌詞が飛んでしまいました。もうちょっとね、厚着してくるべきだと反省してます。ちょっと半袖の T シャツがしたんですよね、寒いんですよね、どちらもなくけど昼間この格好でね結構暑かったですから、明日はもうちょっと考えて、明日もありますんで、ただしあんまり変わったのできませんから、もし明日いらっしゃる方いたらあんまり期待しないで、あ、まあこんなもんかなみたいな感じで聞いていただければと思います。それでは手持ちもあと1曲で、普段がちょっと年がいもなくね、さっきのサンディさんみたいなハードロックをちょっとやってまして、サラダ祭りはある程度年配者もいるからな、うるせえのや
あんまりいっぱいやってもダメだから、ちゃんとシャーニーさんはもうわざわざね、お招きして来ていただいたんで、私らはまあ年代的に GS も過去やってましたから、じゃあ GS やりますって、バラエティに富んだ方がいいなっていう話でしたので、GS とベンチャーとどっちかにしたかったんですけど、やっぱり手持ちがあんまりありませんので、混ぜさせていただきました。じゃあ最後の曲になります。ザ・ジャガースというグループです。君に会いたい。それではこの後お待ちかね、ニッキーズ長野市最強の GS コピーバンドです。足元に、北海道かなんかを用意してお待ちください。
相変わらずつ。あ、チェックテスト。